はい、皆さんどうも、今回はマリサ会です。マリサといえば、弾幕、パワー、ダメージで弾幕を貼れるライトマシンガン、兵器をメインに戦ってもらうの。なんかマリサがかわいそうなので先に譲りましたくらいです。普段は車乗ると思うから楽しみに待ってて。あ、敵戦車だ。そんな時のための人工が何かいましたか？人工装備士忘れてた。マリサ、痛恨のミス。いや、どうせ近づいてもいけないありがとうございます。隠れられましたね。マッチを見るとまだここにいるという風かよー。倒したね。すごいね。150発も使ったよ。トリガーハッピー。イエストリガーハッピー。マリサすごく楽しそうだね。今まで我慢してきたからでしょうね。何か言った？いいのよ。とりあえずドラゴンに向かうぜ。加速発展。加速値。やば。当たるよ。お、弾幕貼ってよ。今回のは遠かったから仕方ないので。お、こっちに向かってきてるな。来るよ。ほらまだサイト覗いたし。まあいいぜ、気にしないぜ。ちゃんと C4 に持ち替えてっと。よし。あ、まだマップとかも紹介してなかったね。クルーはコンクエスト、マップはドーンブレイカー。このメールがドーンブレイカーだと思ってました。あの、紹介中にバッチしてるんだけど。武器は M249。アタッチメントは忘れたよ。とりあえずアルファ行くか。なんか拠点数圧倒的ですね。これは MC 試合の予感。かなわないぜ。実況できればそれでいいんだぜ。じゃあ早く見せ場作ってくださいよ。ああ、実際に言われると腹立つな。もう、昨夜は自分の最後おられもない姿を晒すことになる夜中の人的に。お、右に反応出たな。そっちから来るなんて聞いてないぜ。そりゃ言ってないもんね。ブラボー防衛に行くぜ。うお、敵か。制圧アシスト。前段と言っていいほど味方の背中打ってましたし。フレンドリーファイアがあったら土下座者だね。そこの敵を倒しておめえ挽回だぜ。なんかこう、素直に込められないんだよな。何も言い返せない。とりあえずリロードしたら移動するか。よし、ありがとうよ。こっちは危険かな。お、バギーあるじゃないか。これで移動するぜ。命令はデルタですね。デルタを無事確保した。確保したようです。何回されてない？だね、急いで逃げるぞ。いつ、エコーが取られてるのが気になるな。自分近くが取られてるとなんか気になるんだよね。なんか後ろから敵が笑われてるのが嫌なんだよ。大丈夫、命令してるよ。あれ、いつの間に？おっさんに着いた。降りていけばいいのでは？乗り物メインってのがあるからなるべく乗っていようとしてるんだよ。敵がいたような気がしたが味方アンチエアがこの矛盾にしたようだな。ところで一つ気になるっていうか質問があるんだよね。何さ。いや、ゲームたちにきっと似てなくて画面の前の皆さんに、ね。ほう、で、私の活躍を尻目になんだ。なんでちょっと怒ってんの。いや、地元ってあった方がええのかなって。他の実況者さんもみんなついてるし、昔上げた単発動画でもつけてたしさ。ここはメンバーが多いからつけたら見やすくも言いにくくもなりそうで、あと編集量が少しだけ増えるから。それで決めかねないからって視聴者だよりか、クズだな。まあ、何も言われなかったらそのまま進めるけどね。というわけで、尺稼ぎ兼コミ稼ぎ兼アンケートでした。いつか質問返しを動画見て、普通に言ってる目もあるしね。君らの勝手に見といてください。不謹慎だっす。どうせダラダラやってくんだろ、ここは。コミ返しに困るほどコメントもらってない無名実況者だからね。仕方ないね。いつも、見てもらえるだけでもテンション上げ上げだから。そういや、ミネク実況のバーサイトの視聴回数が300回超えて喜んでましたね。たった300回で。わーい、桜さん大事ねー。相変わらずこの動画は雑談ばっかりだね。じゃ、後編行くよ。おい、後編だぜ。輸送車用に乗っていくぜ。輸送車用ってのに作られることが多いけど、これについて基準結構強いんだぜ。というか誰も乗ってないふりして離散してる敵をいきなり攻撃するってのが私のやり方だぜ。たまにこれ一人で運用してるもんね。座席移動がめんどくさいのかボケラン2発で爆発飛散するってのが決定かな。あと待ち構えてる時に運転席に乗られるとちょっぴり困るぜ。単にはポイントになってるんでしょうに。それ途中で殺されにくくなるってのも大きいかな。中身を撃ち抜くのは難しいからねー。ちょっとここ入ってみるぜ。よいしょっと。そこから東の方で敵ヘリコプターを捕捉した。ね、公平だったのか。ラガに初めは撃たせないぜ。なお切る足。死ななきゃ安いぜ。拠点取れたし動けるようになったら移動するか。
よし。味方さんは乗ってかないのね。マリサの運用じゃ走る缶オケになるからじゃない？うえ、この旗邪魔なんだよ。これはアルパイプか。まだ引っかかってるんだけど、これは免許停止レベル。戦場に免許もクソもあるかってんだ。さあ行くぜ、ゴーゴーマリサゴー。敵を皆殺しにするぜ、マリサゴー。さすがにそれは無理かと。ちょっと寄り道してくぜ。ステージ食えないね。上にいるんじゃないかな。これは厳しいか。さすがにあれは遠いですし、そこには関係ないですね。ここは味方に任せて進軍するか。うん、一人で。マリサもたまには命がいるんだね。うるせえ、断面コメ騒動は断面騒動。断面コメ騒動は国際的です。排除してください。この人も役割が強かった。僕のやつは無理くさいな。お、そこに潜んでるみたいだよ。死んだみたいだけど。うん、さすがに出てこないか。仕方ない。マリサ号あれ、分隊さん乗ったね。え、マリサ号はアルパンで乗ってる。今の滑らかなしゃがみスライド移動。今のは悪い夢だ。そうに違いない。手なわけで戦車だぜ。さあどこ行こうかな。ずっと右左右左右、こっちだな。マリサ動揺してない？大丈夫？何も言わんですね。さあこのマリサ豪快で敵を投げ払うぜ。あのヘリに当ててよマリサ。よっしゃ、射撃が足りないですね。分かってました。お、チャンス。華麗に外していく。エクセシオカミ来たらどうぞ。このスンの相手を叩き落とすんだ。しかしマリサの攻撃は外れた。ならそこの美しい小林をミンチにしてやるぜ。ほら隠れてもらった。諦めろ。この銃口角映ってマリサ豪快から逃げられると思ってんの。フラグが乱立してたからもう分かってました。よ、アンチエアー開いてんじゃん。これで敵を蜂の巣にしてやろう。そしてマリサは必要にヘリを狙うも、結局逃げられ、近くにいた戦車ヘリにも逃げられ、補正を数人認知にしたものの、アンチエアーの仕事を成し遂げることなく試合は終わりを告げたのであった。雑な編集してんじゃねえ。せーの、勝ちました。無視ですか。はい、ここまで見てくれてありがとうございました。次回も良ければ見てください。じゃ、はい、さん。ちょっとふざけただけなのにひどくね。まあすっきりしたからいいか。じゃ、次回もよろしくだぜ。かい、さん。